ナグマショットはイスラエル国防軍によって1980年代に開発され運用された装甲兵員輸送車である。開発後、不評戦闘車あるいは戦闘公平車としても運用された。ベース車体はイギリス製の戦地量戦車である。1967年6月にイスラエル軍の奇襲攻撃により始まった第3次中東戦争においてイスラエル軍はエジプト シリア、ヨルダンの各軍に対し極めて優勢に戦いを進め、エジプトからは、市内半島全域及び、ガザ地区を、ヨルダンからは、東、エルサレムを含むヨルダン側西岸地域を、シリアからは、ゴラン高原を奪取し、占領した。この戦いで、停滞敗北を起死したアラブ諸国はソ連からの援助を受けながら、イスラエル空軍や気候部隊に対抗するため、 対空兵器や対戦車兵器の配備増強を急速に進めた。対戦車兵器としては、ソ連製の AT-3 サガー対戦車ミサイルや RPG-7 を運用する不評部隊や対戦車ミサイルを装備した BRDM-1 や BRDM-2 などからなる対戦車、装甲車両部隊が編成された。百七十三年十月に、 エジプト軍、シリア軍の奇襲攻撃によって始まった第四次、中東戦争では、初戦で、イスラエル軍は大きな損害を出すこととなった。特に、市内半島戦域では、エジプト軍の対戦車戦闘チームの運用をする AT-3 サガーにより、イスラエル軍の多数の M48 戦車が撃破される、結果となった。イスラエル軍では、この戦争の先から、 対戦車ミサイルに対する防御の研究を進め、兵器開発部門、ラファエルにより、世界で初めて実用化された爆発反応装甲である、ブレーザーエラが開発された。1982年の第一次レバノン戦争時に、既存のマガフ戦車やセンチュリオンを回収したショットカル戦車に装着され、対戦車ミサイルや RPG-7 に対し一定の効果を発揮した。 また、この戦いではイスラエルによって自国開発された新型戦車メルカバも実戦投入された。イスラエル軍では前日のように最前線で戦う戦車については防御力の強化が行われていたが、一方で走行兵員輸送車や公兵車両などはやや後方で使用されるものとして防御力強化が後回しにされていた。当時のイスラエル軍の主力 APC は、 アメリカ合衆国製の m 1 1 3ゼルダ走行兵員輸送車であったが、この車両はもともと水上浮き業能力や空挺輸送を考慮し、車体構造にアルミニウムを使用して軽量化が図られており、このことは防御力があまり高くないという欠点も併せ持っていた。ではン進行作戦後、M113APC は本来の兵員輸送任務に加えて、 危険地域でのパトロール任務に就くようになったが、こういった任務において、PLO や、その他の民兵勢力の使用する、携帯式対戦車ミサイルや、RPG-7 に対し、防御力が脆弱であることが判明した。これに対抗するため、パンチングメタル上の後半を、M113 の前面及び側面に装備する、中空装甲東亜アーマーが開発されたが、元々の対弾能力、 積載力から防御力の強化には限界があった。イスラエル軍では M113 へのトーガーアーマー装着と並行して新型の装甲兵員輸送車の開発に着手した。この車両はレバノンの危険地域でのパトロール活動での使用を考慮し、これまでの兵員輸送車に比べてより高い防御力を要求されることとなった。また、 すでに存在する戦場での被害を軽減するため、短期間での開発が必要であった。イスラエル軍では主力戦車として、イスラエル北部のゴラン高原地域で多数を運用していたセンチュリオンの車体をベースに、砲塔部分を撤去し、代わりに強固な固定式装甲兵員室を設けた新型兵員輸送車を開発し、ナグマショットと命名した。ナグマショットの名称は、 ヘブライ語で、装甲兵員輸送車を意味する、ノース・ガイサーとメショリアンの頭文字をつなげた、アクロニムであるナグマ首と、イスラエルでのセンチュリオンの故障である、ショットをつなげた言葉である。イスラエル軍がナグマショットを開発した1980年代前半、他国では、例えば、アメリカ合衆国の M にブラッドレー不評戦闘車、西ドイツのマルダー不評戦闘車、 イギリスのウォーリア走行戦闘車といった似たような車種が開発されていた。イスラエル軍ではいくつかの理由により、これらの車種の導入は行わず、ナグマショットの自国開発を進めた。他国の走行車を導入しなかった理由として挙げられる、ものは、などであった。ナグマショットの車体、走行装置は、 ベースとなったセンチュリオンとほとんど同じもので、エンジンもショットカル系と同じコンチネンタル社製アベーズ -1790 系ディーゼルエンジンである。エンジン出力は m 1 1 3ゼルだから約3倍近くになっており、防御力は飛躍的に向上した。センチュリオンはイスラエル軍ですでに15年以上運用されており、整備や修理のノウハウは十分な経験があった。また、 車体中央の装甲兵員室には、ブレーザーエラーの装着も可能となっていた。ナグマショットは、レバノン南部でのパトロール活動において高い、生存性を示した。ただ、ナグマショットは、装甲兵員輸送車としては一つの弱点を持っていた。車体後部に昇降用のドアがないことである。このことは、車両からの乗り降りの際に、兵士は必ず車体上に身を晒すことを意味し、 危険地域に突入して活動する走行兵員輸送車としては大きな問題点であった。しかしながらベースとなったショットカルの車体後部には巨大なアベズ -1790 ディーゼルエンジンをはじめ変速機や燃料タンクなどが収まっており、これを大改造して後部にドアを設けることは容易なことではなかった。乗り降りに対する危険性からナグマショットに登場する兵士の中には、 最初から装甲兵員室の中に入らず、兵員室の後部や側面にこのし、兵員室を盾として使用する者も,もいた。また、大柄なセンチュリオンの車体に装甲兵員室を搭載したナグマショットは、装甲兵員輸送車としては、やや重すぎるという嫌いもあった。ナグマショットはまた、戦闘工兵部隊でも m 1 1 3ゼルダの代替として使用された。 M113 に比べ防御力、火力が優れるだけでなく、より大きいスペースとエンジン出力により、公平作業に必要な機材を搭載したり、多くの人員を搭載できたためである。従来は、気候部隊から戦車を借りて行っていた、地雷処理作業も、ナグマショットに、地雷処理ローラーを取り付けて、自前で行うことが可能になった。こういった経緯により、ナグマショットは、 戦闘公平部隊では非常に重宝され広く使用されるようになったがもともと総甲兵員輸送車として開発されていたため公平部隊にとっては使いづらい部分もあった。ナグマショットの長所、短所を理解した公平部隊からはセンチュリオンの車体をベースとした専用開発の新型戦闘公平車の開発への期待が高まっていき、 後日のプーマ戦闘工兵者の開発へとつながっていった。前項のような状況を踏まえ、イスラエル軍ではその後の戦車の車体ベースの装甲戦闘車両の開発について、次のような4つの方針を採用することとなった。ありがとうございます。